1536年の今日は、後に越中や肥後を治めた薩摩成政が、尾張の国平城で生まれた日です。織田家家臣として活躍を続け、1581年に富山城に入り、越中一国を治めるまでになりました。秀吉と織田信勝、徳川家康の間で行われた小牧長久手の戦いでは、秀吉方から家康方に寝返り、家康が停戦すると、冬の富山から山を越えて浜松の家康を訪れて、戦の継続を促したエピソードは有名ですよね。その後、秀吉に臣従し、肥後、今の熊本一国を与えられますが、北陣一揆を誘発した上に鎮圧に失敗、秀吉に切腹を命じられ、53歳で生涯を閉じました。